ですね、この間塗ったですね、塗ってない、違う。この間書いた、コロコロですね。コロコロに、色を塗りますよ。ね。まず、暗めの色ですかね、を取ってね。塗ってみたいと思いますね。おー、ピンクを取って、いや、このね、このコロコロ実はですね、青なんですよ、色が。青だけども、ちょっとね、もう全部真っ青になっちゃうんで、今回はもうオリジナルで、ピンクのコロコロに、コロコロってあれですよ、ゴミね、絨毯のゴミ。取るやつね。そのコロコロ、ピンクのコロコロにしようと思います。アレンジして。水をたくさんつけてね、水彩は。それが楽しいんですね。ピンクの上にですね、早いですね。私もこう見てるとね。これね、音をね、後でつけて見てるんですよ。その場で話さないでね。後で見て、声を、実況中継みたいにしてね、私やってるんですけどね。難しいですね、これ。早いですね、塗るのが。私、自分のこれ絵描くのあんまり見たことないんでですね。面白いもんですね、自分で。色とかね、絵を描いてるのを見るのはすごく面白いです。よくね、筆を洗って、乾かしてね、そうだ。ここで一旦乾かすんですね。乾かしてから、乾き終わりましたね。乾き終わって、乾いてから色を塗るとですね、また、ぐっと乗りますんで、一旦乾かしてから、濃いところ、影のところにね、色をつけるという方式でしょう。自分で見るとね、面白いですよ。気づきますね。こんな風に塗ってるんだ。なんか、せわしないなとかね。ここ黄色に塗る。そして、影の部分ですね、塗って。なんか考えてますね。次どうしようかな。何塗ろうかな。洗ったはいいけども、また同じような色を取るっていう。洗わなくてよかったんじゃないかっていうね。ちょっとね、また洗ってますね。よく洗いますね。洗いますね。洗ったけど同じような色を取る。これ多分ですね、洗ってる洗ってる間にですね、洗っても大しての違う色じゃないっていうね。そんなに綺麗にしたいのかいって感じなんですけどもね。多分洗ってる間に次何塗ろうかなとかね、これ考えてると思いますよ。まあ自分のことなんですけどね。多分そうなんでしょうね。こういうの見ないと気づかないですね。面白いですね。自分で描いてるところをこう見てみるとね、影の部分ね、金属の部分はちょっとグレーかなんかで塗ってやってますね。なんかちょっと考えてますよね。考えて、ちょっとこう濃くしたりしてね。可愛い色がね、好きなんですね、私は。青より、和青も好きですけどね。ピンクの方が可愛いんじゃないかな。こっからどうするのかな。ちょっと模様のね、コロコロの模様の部分の色を少しつけて、そこにポタッとね、水滴が垂れたんですね。それを最後にとどえどうですか。こうふわっとして可愛いでしょね。ふわんでどうですか。はい、さようならっていう感じですよ。色を塗ってみました。どうですか。いや、どうでしたか。またお会いしましょう。